インドの大きな成長の可能性や日本とインドの連携の可能性にもかかわらず、日本とインドの間には大きな認識のギャップがあると思ったからです。よく知られている通り、日本はものづくりに代表されるハードウェア開発により戦後飛躍的な成長を遂げた国ですが、現在は高齢化が進んでいます。一方、インドは若い世代が多い成長の真っ只中にある国であり、ソフトウェア産業がその成長を牽引しています。両国にはこのような相互互換性がありますが、ビジネスや社会においては全く異なる面があります。日本は島国で一つの言語で1億3000万人の国民が理解し合いますが、インドは13億人の人口の中で言語、文化、宗教など非常に複雑な社会性と多様性を抱えた国です。私どもが考える日本とインドの間の大きなギャップを3つに分類して 3C と呼んでいます。1つ目はコンプリメンタリーの C、 相互互換性です。2つ目はコントラディクトリーの C、 正反対性です。3つ目はコンパッションの C、 思いやりです。この3つのギャップをお互いに理解する人材を事業を通じて育成することで、両国が強みと弱みを補う強固な連携を構築することを支援します。